で、星野が呼んだら俺は集合しなきゃいけない。集合しなきゃ。でも久田さんはな、星野んちの近くに住んでっからな。住んでる。俺大変だよ。俺南米から飛んでこなきゃいけない飛行機で。俺まず最初あれだからね、マフィアを潰してるシーンから始まるからね。日本人が攻めてきた。一人行ったぞ。大丈夫か。で俺が会いに行く頃にはさ、星野下水道に住んでっから。ね。ホームレス暮らしてるからな。すごいじゃん星野。でも大変だよ星野。あれだもん。だって。まず星野の名義が存在する必要、存在しないんだもん。存在しないからね。うん、用事取らないけど。うん。あれでしょ、本来だったらさ、星野のお姉さんの子供でしょ。お姉さんの子供。うん。が逃げちゃったから、育ててんでしょ。あれ、お母さんと二人で。で、星野は、あんたもう自害だからって、うちがずっと代々やって酒場潰しちゃって、つって。コンビニなんかに、みたいな。うん、いいんだよこの時代やっていけないんだからって言ってるんですよ星野は。あれね、誰のだからまず星野はお姉さんがいなきゃいけないし、自分家が酒屋じゃなきゃいけないし、一軒家の土地も確保して、土地も確保して、で星野の家のコンビニは放火魔に燃やされなきゃいけない消費者しなきゃいけない。でそこから下水道に住まなきゃいけない。なかなか大変だ。なかなか大変。まず生まれる時からやり直さないと。ちゃんとお姉ちゃんがいる家系でね。お姉ちゃんいる家系に持たなきゃ。どうしたもんかね。なかなか大変だよ。うん。姉ちゃんがいて。クロスさん女の子にならなきゃいけないか、まず。俺女じゃない。うん、気の強い。全然しないですね。俺割とそのままいけるかもしれない。とりあえず外国に移住すればいい。外国に移住してなんか柄悪くなっていけばいい。鉄パイプ振りましてそっか、石村まず太んなきゃいけないからな。太んないから、うん、じゃ太る。そって大人になったら丸刈り。稲垣誰だろうね。稲垣誰。でも稲垣が友達だったら勝てないから俺。ああ、そうか、勝てない。うん。稲垣が友達だったら俺も最初から稲垣じゃねえと思ってるけどね、俺は。うん。おい、星野、遊ぼう。絶対あいつじゃん。お前だろ。いや、世界大統領稲垣とか最悪。やりたい放題。やりたい放題。実際やりたい放題。おや、電話かな。出るぞ。もしもし。あ、わかった。準備整った。役的には合ってる。役的には合ってる。いやダメ、友達はもうちょっと温厚じゃなきゃいけないから。温厚じゃないから。うん。彼はもう過激すぎる。うん。何でもかんでもやっちゃう。やっちゃう。一人でやっちゃう。まずそんなやる人じゃないから。お前ら。第1ページ目から星野殺すとか書いてあるから。単独で。大変しちゃう。大変しちゃう。大変しちゃう。星野死ね。書き直しちゃうか。消して。ほら、あれ鉛筆書いてあったじゃん。鉛筆書いてあった。書き直しちゃうか。どうしようか。ボールペンで書いてく。消されるから。うん。無線マジック。ああ。じゃあちょっといいノートにしなきゃな。いいノート。でもさ、それやるにはさ、そんなになること知ってんだったらさ、俺らさ、なんかわざとド M プレイしなきゃいけないんだよ。自分の運命を変える。そう。ナチュラルに一周回されてね。なさに一回ったね。回ったよね。どっかで半周で切れなきゃいけなかったんだよね。
一周するか。うん。でもう一周してやまたもう半周して帰ろう。そっか、大変だな俺この後。俺も大変だ。うん。星は悲惨だよ。だってまずあ国家レベルの犯罪者だもん。テロリストだもんね。テロリスト星におって。で、黒田さんがこんな世の中間違ってるって言い始めるから。うん、星には救おうとしたんだよ。実際に救いましたから。分かったよ、工藤姉さん。分かってる。M 長によって本当の歴史は変えられちまったんだ。やられたほしい、うん、すごいね、なんかかわいそうに、かわいそうに、うん、本当に俺覚えてないのかい。巨大ロボットに乗ってる最中、顔見るから、うん、お前は星野だけ招待してるんだよね。俺ら知らない、知らない。で、20世紀少年中に顔見たのはある瞬間だけだもんね。ある瞬間だけ。それまでだってもう見ることもなくさ、死んじゃったんだもんね。星野だけ知ってる。星野ね。星野一回さ、本当にさ、あれじゃん、陸上長飛線イオンじゃないけどさ、過去に飛ぶじゃん。ね、飛ぶよね。過去に飛ぶっていうか、過去のシミュレーションマシーンに飛ぶよね。実際あれって似たような状態だけどね。ヘッドギアつけてね。じゃあ。あの、あなたの、あ、じゃああれか、あの、友達の作った世界なのか、友達の理想の世界っつって飛んで、ここに証拠があるかもっつって飛んでったら自分の子供時代やったのか。彼の、そのね、あの、うん、一番大切にしている、あれの、そこにヒントをね、見つけるために。そう、なんか友達ランドかなんかだね、友達が作った遊園地かなんかのアトラクションで、うん、友達が大切にしてるものってなんだって言って言ったら自分の子供時代だったの。あの駄菓子屋とかね、うん、で秘密基地もあるって言ってね。ってことはあの中で、うん、言ってたね。こっちか、うん、これはってね、俺の体っつってね、自分の子供になってね、子供の頃で M 長も出てくる。そっか、出てくる。仮面かぶってんだ。あいつ M 長仮面かぶってんだよ。ウルトラマンとね、太陽の塔のね、顔を合体したようなね。そう。じゃあ、ってことはあいつね、今の M 長あの顔さ、仮面じゃね。あ、あれ仮面。うん、なるほど。外せよ、これ。いじめられてから蹴られたりして。外せよ。服部くんの仮面も被ってるから。お帰りの方は、出口に女性駐車あるんでしょ。じゃあいいや、そっちへ行こう。で、ない可能性があるんで、もしかしたら。あ、もしかしたら。うん、一回やれしてやられてるし。北海道ってか俺一回してやられてるんだよ。一回、え、あれタヌキパーキングそうだもん。ねえのかよ。うんうん、そうそう、俺歩いて行ったの、生産機。後ろ車いないよな。言ってたよ。ねえ、なんでさ、うん、今 T シャツさ、レッツクリーンシートだな。ニュークリーンシート。なんで新しいさ、綺麗な、新しい綺麗なシートに変えたの。わざわざ。
取り替え。違う、よし、クロさん見て、ウェイゲットしてる。よし、ゲットした。新しい、綺麗なシートだ。やったぜ、ようやくゲットだって。喜んでんだよ。ワードンと言ってみないです。Wake up in the morning, when the day is new. このシートを得て、私は新たな一日の朝を迎えるみたいな。舞台会で思っているみたいな感じか。変態じゃん。新しいシートじゃないの、うん、朝を迎えたくないの。迎えたくないらしい。あ、違う、クロスさん、俺はワニだ。あ、ワニ、うん、やばいな、星野。ド変態じゃん。なんで新しいシートを求めてんだろうね。なんだね、本当に古いやつしかませんよ。うん、でも秘密基地がね、草で作ってるからね、雨防ぐのにシート必要だ。だから新しいの、新しいの欲しい。ヤブカも来ちゃうから。すげえな、個人は嫌いだから虫。あ、そっか、よく作ったね、秘密基地。なんで作ったんだよ、なんで作ったんだよ、あんな原っぱに。そう、なんで外に作ったバッタとか来てたよね、だってなんで外に作ったみたいな。うん、エロ本隠すし。めちゃめちゃだ。あそこにたむろってんだよ。そうだよ、まあ、俺も人のこと言えねえけど。まあ、俺もそうだ。